バスケットボール B リーグ1部 B1 宇都宮 Q3 から10万3000用 J13 日チャンピオンシップ準々決勝第3戦日韓栃木写真宇都宮比江島と健闘を称え合う富樫1勝1敗で迎えた最終第3戦で千葉ジェッツワイルドカードが宇都宮東地区1位抑え延長の末に破り5度目の準決勝進出を果たした 日本代表 PG 富樫勇樹が延長戦だけで3本の3点シュートを決め、宇都宮を振り切った。同じく1勝1敗だった琉球、西地区2位と A 東京、東地区2位は、琉球が1点差で制して勝ち上がった。準決勝は琉球、千葉 J、名古屋 D、西地区1位、広島、ワイルドカードで行われる。2度の延長戦に突入し、 プライドがぶつかり合う死闘。最後は富樫の勝負強さが勝敗を分けた。宇都宮の比江島が5つ目のファウルで退場を余儀なくされた直後、富樫が延長戦だけで3つ目の3点シュートを決める。残り1分弱で9点差をつけ、宿敵に引導を渡した。プレーのことはほとんど覚えていない。両チームが視力を尽くした。両チーム最長の47分2秒プレイして20得点。 12アシスト。11日の第2戦終盤には足をつるシーンも、延長戦になったら不思議に足が動き始めたと気力で乗り切った。2期前の屈辱を晴らした。地区優勝しながら、ワイルドカードの宇都宮に準々決勝で敗退。宇都宮には過去2度、準々決勝で負けており、まさに、悲門だった。宇都宮に比べて何が優れていたかわからない。 一つ一つの積み重ねの結果、富樫は自分のシュートだけでなく、チーム全員で勝ち取った勝利を強調した。レギュラーシーズン4戦4敗だった宇都宮に、天皇杯の準決勝も含め、短期決戦では3勝1敗。パトリック監督は、何度も負けそうだったが、最後にビッグショットが出た。25年間のコーチ経験の中でこんなにエキサイティングな試合はないと興奮冷めやらぬ表情だった。